ちは、まえちゃんねる前原です。はい、今日は紅茶ですね。昆虫の森、クワガタ界の怪物登場です。これはフィギュアだけど、これ羽が開く、完全に大きなやつですけど、前エシン君が一人でレビューした昆虫ハンターみたいな感じかな。はい、1番コーカサスオオカブト、2番オオクワガタ、3番ヘラクレスオオカブト、4番カブトムシ、5番パロアンオオヒラタクワガタ、以上の5種類ですね。そうだね。で、羽が開閉できるみたいです。あ、そうだね、これは初めて、こういうフィギュア初めてだね、羽が開くのね。ちなみにこれはトイザラスで買ってきました。はい、多分夏の時に出てたんでしょう。そうだね、うん、ヘルクレスとかカブトムシ系がもうなかった。そうだね、うん、それにもう虫の季節終わってるから、うん、で、こっちが、こっちはね、オオクワガタなんだって入ってるのが。こっちがパランモヒアタクワガタ。うん、じゃあ開きましょう。はい、ペリペリペリよ。あ、そのまま入ってる。お、うん、オオクワガタでっか。でかっ、足、あ、パラワン、お、パラさらにでかい。え、結構リアルなんだけど、思ったより。しかも足組み立てんだね、これ。足組み立てね。美味しいガムが入ってるよ。お、じゃあこのガムちょっとパク食べます、うん。ここにジオラムの生き物っていうのが書いてあるね。え、あ、本当だ。はい、まずこちらがオオクワガタですね。はい、すごく大きいね。大きい、うん、パラワン並みに大きいです、うん、実際はこんなに大きくないですね、うん、で、ちゃんと差し込み型になってたので足が動きますね。はい、はい、で、羽も開きます、ここね。では続いてパラワンオオヒラタクワガタ、うん、でかい、でかいね、でかい。で、これも同じく羽が開閉します、うん、これはここまで。実際パラワン見たことあるけど、うん、ここまで大きくないよね、うん、これぐらいだったかな。そうだね、うん、ほら、すごいでかいよ。でも、うん、もしかしたら中にはそういう大きいのもいるかもしれないけど、うん、羽を開いて、で、うん、こうやって戻すときにちょっぴり開いてるときってあんじゃん、うん、ああ、完全に閉まってないときね。うん、で、そういうときも再現できる。そこ再現すんの。うん。ちょっとごめん、刺す位置間違えてるよ、これ。え、間違えてる。ここの2つは合ってんだけど、こことこれが逆。ごめんごめん、差し込み口間違ってたみたいです。はい、大変失礼しました。はい、オオクワガタ、本当はこうです。そうか、そうだよね。はい、ここはエイシン君、虫博士並みになかなかあの知識があるんで、うん、本当だね、確かに言われてみればそうだよね。そうだよ、なんかおかしいなと思ってたんで、一番前足がこんな横広がってるからおかしいな、こんなんなのかなと思ったけど、そうだね、うん、失礼しました、大変失礼しました。はい、顎の部分を、うん、あ、 動かすことができないからちょっときついんだよね。あー、そっかそっか。まあね、今回のこの食玩の売りは羽が開くってとこだからね、うん、まあ、しょうがないけどね、うん、はい、ということで今回は昆虫の森でした。というわけで、今日の動画面白かったなとか、かっこいいなと思った方ですし、ぜひ高評価ボタンをお願いします。お願いします。はい、そしてチャンネル登録をしていただくと、チャンネル登録のうちにマイチャンネルが出てくるようになりますので、はい、ぜひチャンネル登録の方もお願いします。お願いします。あとコメントもいただけると大変嬉しいですね。そうですね、はい、それとマイチャンネルではツイッター、フェイスブックページ、インスタグラムもやってますので、ぜひそちらのフォローもお願いします。お願いします。マイちゃんの真似した。はい、で、今回もですね、この下のあたりに、この動画の関連動画、はい、エイシン君の最初のレビュー、一人レビューのなんだっけ、昆虫ハンターと、あとは、虫実際に触ったことのある藤枝市の昆虫館の動画貼っときますんで、はい、ぜひ興味ある方ご覧になってみてください。はい、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。